お集まりの皆さん、おはようございます。いよいよ総選挙が本日公示日を迎えました。公約破りの政治家は許さない、新基地建設絶対にストップのオール沖縄の4人の候補者全員勝利のために、みんなで力を合わせて頑張ってまいりましょう。それではこれより第47回衆議院選挙沖縄1区候補者の赤嶺政権の出発式を始めてまいります。よろしくお願いいたします。早速ですが挨拶をいただきたいと思います。民連副会長沖縄共同病院のザハ・マサミ先生からの挨拶です。よろしくお願いいたします。おはようございます。沖縄共同病院で副院長をしていますザハと言います。今日は出発式に上がって挨拶をしたいと思います。私たち民連は医療をする立場から無差別平等の医療を掲げています。なぜ無差別と平等と一緒に並べるかというと同じ意味なんですが、厳然として差別があるということを私たちは認識しています。沖縄もそうです。差別をされています。世の中にも差別が蔓延しています。しかしその差別を打ち破って平等を勝ち取るために私たちは活動をしています。そしてもう一つは、先の大戦で悲惨な思いをした私たちの先輩たちのように倣ってですね、この戦時中に医療はありえない、平和が大事だということを私たちは発信しています。長崎や広島の仲間たちも原発、反原発、反、核兵器ということで発信しています。私の自分も同じように、戦争は起こしてはならないという決意のもとで私たちは学んだことを伝えていきたいと思っています。今回はその上でも非常に 大切な選挙です。これほど民意が無視されていいのでしょうか。私たちは今回の選挙で4選挙区で全て右満中の会の候補を勝利させて、安倍政権にですね、このことを伝えないといけないと思っています。暴走政治を行っている、暴走している人というのは気づかないんですね、高揚していますから。ですのでそれを教えるためにも、ぜひこの1区でですね、まずは赤嶺さんを通して私たちの意思をですね示そうではありませんか。皆さん残りわずかですが、よろしくお願いします。私たちも応援します。ありがとうございました。沖縄民連副会長のザハ・マサミ先生でした。どうもありがとうございました。大変申し遅れました。本日司会を務めさせていただきます。先の県議会議員選挙で皆様のお力で県政へ送っていただきました新会派右満中の会の比嘉瑞樹でございます。最後までよろしくお願いいたします。そして本日出発式を太鼓の方で盛り上げていただいているのは、豊見城市から新基地建設を許さない、この思いで赤嶺政権さんの応援に駆けつけていただきました平さんです。どうぞよろしくお願いいたします。それでは進行をしていきたいと思います。赤嶺政権さん、勝利のために今日は多くの弁士の方が連帯の挨拶を行います。それでは続いては那覇市議会新風会の会長、金城徹那覇市議会議員です。はい、おはようございます。新風会の金城徹でございます。皆さん、今回のこの衆議院選挙、沖縄の命運を決める重要な選挙でございます。私は2年前、もともと自民党でございますから、当然
自民党の国会議員の選対の重要な役割をいたしておりました。それは辺野古の基地を作らせないという同じ思いで公約を一緒に作り、それを訴えてまいりました。それから1年後公約がひっくり返されました。私どもは県選出の国会議員が公約をひっくり返して、そして自民党県連の県連公約がひっくり返って、私どもは会派でそれでもこの公約を変えるのは間違ってますよと、私どもは去年の7月に市会議員選挙に当選したときに、この国会議員や県会議員の皆さんとともに辺野古に基地は作らせないと、そういうことを市民とお約束して当選いたしました。それを公約を破るということは議員バッジをつけている者の政治的な自殺と同じでございます。結果として私どもは自民党を除名されましたが、この度県知事選挙、市長選挙、圧倒的な勝利をしたではないですか。私どもはやはり自信を持って辺野古に基地を作らせないというこの運動を続けていきたい。そしてこの沖縄県で行われる4つの衆議院選挙、ぜひとも基地を作らせない、その思いで運動に参加をしたいと思います。赤嶺政権さんが力強く県知事選、市長選に続いてこの1区の選挙区で辺野古を作らせないという大きな声を上げることが多くの県民に大変心強い、そしてまた励ましにもなるのでございます。どうか皆さん一緒にこの基地を作らせないという気持ちを再度表明する上からも、赤嶺さんの勝利に向けて共に頑張りましょう。ありがとうございます。オール沖縄を作り上げてきた、大きな役割を果たした那覇市議会新風会の金城徹会長でございました。皆さん、先ほど選挙管理委員会に無事届け出を済ますことができました。抽選の結果、赤嶺政権さん、公営ポスターの掲示板の番号1番です。ナンバーワン、総理の1番です。どうぞよろしくお願いいたします。それでは引き続き連帯と激励の挨拶を受けていきたいと思います。沖縄社会大衆党副委員長の比嘉恭子県議会議員です。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。衆議院選挙、火蓋が切って落とされました。この選挙、大義なき選挙、党利党略選挙、全くもって評価できるものではありませんが、売られた喧嘩は買わなければなりません。頑張ります。さて皆さん、安倍政権は閣僚を変えた後にドミノ倒しの兆候があり、そして沖縄県知事選挙においては圧倒的に負けるというこのことを打ち消し、そして経済的なダメージを隠すために解散総選挙に臨んだんではありませんか。皆さん、私たちはそれを決して見逃したりはいたしません。これまでの安倍政権に対する評価をはっきりと示す選挙が早くやってきたと捉えようではありませんか。安全保障政策、社会保障政策、そして経済政策を何をとっても私たち庶民にプラスになっているものはありません。皆さん、
私たち沖縄県はこれまでに地方分権と言いながら圧倒的な中央の政策によって圧政を強いられてまいりました。その跳ね返りが今回の知事選挙ではなかったでしょうか。皆さん、私たち一区からぜひとも赤嶺政権さん当選をさせて安倍政権にノックアウトをしようではありませんか。公約は守るものであって破るものではありません。破った候補者は選挙に出るべきではありません。そういう方々が出てきているのこそがおかしいのであります。だから我々の民意、我々の良識、しっかりとこの選挙で表して赤嶺さんを圧倒的に当選をさせて、国政から安倍政権に対する沖縄県知事の翁長雄志さんを擁護する、支援する、そういう仕事を赤嶺さんにやっていただこうではありませんか。ただいと頑張ります。ありがとうございました。ただいまの訴えは伊賀恭子県議会議員でした。ありがとうございます。本日は赤嶺政権さん勝利のために本当に多くの皆さんが応援に駆けつけていただいております。時間の関係上皆様からのご挨拶はいただけませんが、ここでご紹介をさせていただきたいと思います。まずはじめに極み勝ち馬んちの会より応援に駆けつけております、揚田光雄那覇市議会議長です。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日の出発式にはご推薦ご支援をいただいております沖京都全港湾那覇支所苦労の皆さんも参加をしております。本当にありがとうございます。また去った県知事選挙と同じ日に行われました県議会補欠選挙で大奮闘をしていただきました沖縄市の選挙区で奮闘した島袋圭介さんも激励に駆けつけております。ありがとうございます。そして今回総選挙は2回の投票があります。2回目の比例代表選挙に日本共産党から立候補いたしました伊礼和美候補も駆けつけております。ありがとうございます。多くの皆様のご支援でこの選挙必ず勝っていきたいと思います。それでは続いての弁士を紹介いたします。11月16日に行われました那覇市長選挙で10万票の得票を得て那覇市初の女性市長として誕生いたしましたが、我らの城間美紀子那覇市長です。よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。今ご紹介いただきました2週間前に那覇市長として名乗りを上げることができましたオール沖縄極み勝ち馬んちぬ会の大きな大きなご声援をいただき、ここにこのように立つことができております。大変ありがとうございました。私は選挙活動中、辺野古に新基地は作らせない、子どもたちの未来に平和をと強く訴えてまいりました。その民意が多くの多くの市民の皆様に届き、市政運営と合わせて任せたと言っていただけることになりました。今度は赤嶺政権さん、赤嶺政権さんをぜひともこの一区から翁長県政を支える国政に参加をする議員として送り出すために、皆様からいただいたパワーをさらに倍返しで私も赤嶺政権さんの後押しをしていきたいと考えております。どうぞ皆様、沖縄の子どもたちの未来に、平和な未来、そしてお年寄りに安心して暮らせる平和な社会を築くために共に頑張ろうではありませんか。精一杯応援をさせていただきます。以上です。城間美紀子那覇市長、
力強い激励の挨拶ありがとうございました。ここでいくつか寄せられているメッセージを紹介させていただきます。代読いたします。赤嶺政権出発式に寄せて、出発式にご結集された皆様、皆で一丸となってこの選挙戦を戦い抜き、何としても赤嶺政権さんの勝利を勝ち取りましょう。赤嶺政権さんならば衆議院議員として国民県民に寄り添い、強権的な政権に屈せず国政の場でご活躍いただけると確信しています。沖縄県民の命と暮らしを守るため、そして沖縄の明るい未来を作るために、共に選挙箱の閉まる最後の最後まで戦い抜いてまいりましょう。沖縄社会大衆党委員長、参議院議員糸数恵子さんです。続きまして、今辺野古新基地建設の問題で揺れる名護市から南嶺進市長からのメッセージが寄せられております。今年の初めの名護市長選挙での勝利、9月の統一地方選市議選での勝利、そして11月の沖縄県知事選挙での圧勝、オール沖縄の流れはもはや沖縄県民の民意である、このことは選挙結果で示されています。海にも陸にも新たな基地は作らせない、名護市民のこの決意はオール沖縄の源流となり、尾長武沖縄県知事を誕生させました。今度はその決意をさらに確実なものとするために、沖縄県民の決意として沖縄県の全選挙区からオール沖縄の衆議院議員を誕生させましょう。1区からは赤嶺政権さん、2区からは照屋監督さん、3区からは浜木デニーさん、4区から中里俊信さん、この4人全員がそれぞれの選挙区で圧勝することによって真のオール沖縄が完結します。自らの公約を破り県民の民意を踏みにじった自民党の政治家には全て去ってもらいましょう。この衆議院選挙の結果で安倍政権の暴走を止め、69年にも及び沖縄県が置かれている不条理に対してノーの民意を突きつけようではありませんか。今年は馬年です。最後の最後まで沖縄県民が全力疾走をしなければ良い正月は迎えることできません。敗因馬のごとく私も奮闘します。沖縄が大飛躍する年であることを切に願っております。名護市長南嶺進でした。大変失礼いたしました。大事な方をご紹介するのを忘れていました。沖縄県議会で私とともに新しくうまんちゅの会を結成いたしまして、会長でございます具志堅徹県議会議員です。今日は名護から駆けつけております。ありがとうございます。それでは皆さん、大変お待たせをいたしました。本日公示を迎えました第47回衆議院選挙沖縄1区候補者の赤嶺政権です。よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。オール沖縄一区の候補者赤嶺政権でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。今朝は一番に名護市の辺野古の方から、18年前から辺野古に新基地建設は絶対にストップさせると頑張ってまいりました、嘉陽のおじいこと嘉陽宗成さんから寒波と激励、
必勝のメッセージが寄せられました。私のこの一区での戦いは18年間紆余曲折を経ながらも辺野古の海を守るために頑張り抜いた辺野古の皆さんの戦いをさらに発展させていく戦いになるものと思います。絶対に勝利をする決意であります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さん、今度の総選挙で沖縄で第一の争点は何といっても新基地建設反対勢力を選ぶのか、新基地建設推進勢力を選ぶのかの戦いではありませんでしょうか。今、新基地建設推進勢力は基地問題一言も発言いたしません。弁解も全く隠して、争点は経済問題だと言っておりますが、争点は新基地建設問題だということをはっきりさせようではありませんか。二つ目に、皆さん、今度の争点は公約を裏切った人に審判を下す選挙であります。昨年の11月の沖縄県選出国会議員の石破幹事長に率いられたあの惨めな姿、目はうつろ、頭は上げきれない、こんな人たちに沖縄を任せるわけにはいきません。公約違反の政治が行われた最初の審判の機会が今度の総選挙です。行く沢や絶対に許ちゃならん小長さんが圧勝しましたが、この思いは総選挙でも変わってないということを、あの人たちに審判を下そうではありませんか。三つ目に、皆さん、オール沖縄の強い決意が小長さんの圧勝、城間美紀子さんの圧勝で示されました。このオール沖縄、これからも大事にしてほしい。オール沖縄こそが沖縄の将来を切り開く、このことを私は解散総選挙の後で大勢の人から訴えられました。沖縄が一つにならなければ日本政府は反省いたしません。そしてオール沖縄の勝利を知事選挙で勝ち取りました。今度は1区から2区から3区4区からオール沖縄勢力全員の勝利で国会で小長新知事を支えて、オール日本の新基地建設反対の世論を作るために私は全力を挙げて頑張ります。どうぞよろしくお願いをいたします。辺野古の海は宝の海です。サンゴ礁が発達し、ジュゴンとウミガメが一緒に遊び、ジュゴン、ウミクサマバの草原が広がる、多様な生物が息づいている貴重な自然を壊して米軍基地を作るなどということ、あまりにも無謀ではありませんか。無謀な計画は撤回させるべきです。普天間基地は戦争中の時に米軍が宜野湾の村人を追い出して作った米軍の飛行場です。本土空襲が、本土爆撃が目的でありました。その目的が、戦争が終わったら返さなければいけなかったんです。それを皆さん、
危険な基地になった。返してほしければ代わりの基地をよこせ。移設条件をつけたら沖縄の基地問題絶対に解決いたしません。移設条件をつけたから固定化しているのであります。普天間基地は原爆書にある通りに閉鎖して撤去せよ。この大きな世論もこの総選挙で示していこうではありませんか。私は必ずこの小選挙区で風穴を開けるために全力で頑張ります。自民党を打ち破るために総力で頑張ります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。皆さん、私たちの候補者赤嶺政権さんの力強い決意表明でした。今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。必ず勝利いたしましょう。頑張りましょう。さて皆さん、ここで尾長武史新知事よりメッセージが届きました。読み上げます。オール沖縄の候補者赤嶺政権の出発式にご参集の皆さん、去った県知事選挙ではオール沖縄の皆さんの情熱あふれるご奮闘で圧勝することができました。心から御礼申し上げます。私は県知事として辺野古新基地建設反対、普天間基地の閉鎖撤去をはじめ原爆書の実現のため身を粉にして奮闘する決意です。原爆書実現のためにはさらなる力が必要です。県民とともに私を支えていただく力が必要です。県知事選挙で示されたオール沖縄の民意を今度は総選挙で示そうではありませんか。そのためには沖縄の4つのすべての選挙区で政府に屈服し県民を裏切った自民党国会議員に厳しい審判下し、オール沖縄の候補全員の勝利を勝ち取ることが必要です。1区からは何としても赤嶺政権衆院議員を再び国会に送り出していただくことが不可欠です。このことを皆さんに心からお願いし、私も共に手を携えて奮闘する決意を表するものです。沖縄県知事尾長武史。それでは皆さん、本日の赤嶺政権出発式のために本土から応援に駆けつけていただきました日本共産党書記局長の山下義貴書記局長です。よろしくお願いいたします。おはようございます。日本共産党書記局長の山下義貴です。いよいよ総選挙が始まりました。日本共産党は1区赤嶺政権候補、2区照屋監督候補、3区玉城デニー候補、そして4区中里俊信候補、オール沖縄を代表する4候補全員勝利のために全力で奮闘する決意を表明するものであります。知恵と力と心を合わせて必ず勝とうではありませんか。まず県知事選挙で保守革新の垣根を越えた島ぐるみの戦いを進め、尾長武史さんの圧勝で辺野古への新基地建設ノーの意思をはっきり示していただいた全国の人々に大きな大きな勇気を与えていただいた沖縄の皆さんに心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございました。知事選挙の戦いを通じて共同することの素晴らしさを実感いたしました。選挙戦では相手陣営から
共産主導の県政にするなという卑劣な攻撃が仕掛けられました。これに対し尾長さんの選対本部長を務めた金秀グループの五谷森政さんが痛烈な反撃をしていただきました。五谷さんこうおっしゃったんです。選挙戦は基地新基地建設反対のオール沖縄対思考停止に陥った新基地建設推進勢力との戦いです。共産党だといえば相手が動揺するとか基地は沖縄に置くものと思い込む。彼らは全く成長しないですね。私はこれまで保守政治に関わってきました。今回の選挙を通じて革新の皆さんとも友達になりました。沖縄に対する思いは捕獲を取りません。これが親さんの素晴らしい反撃の言葉です。感動いたしました。こうして反共攻撃を保守の方々が先頭に立って打ち破ってくださった。小屋さんは私たちのことを友達と言ってくれましたけども、私も保守の皆さんのことを同志のように感じたということを報告したいと思います。こうして保守革新の垣根を越えた共同の力で尾長さんを県知事に押し上げました。戦いの経過もその結果も歴史的な快挙ではないでしょうか。この勝利は内外に広く影響を及ぼしています。米国保守系シンクタンクの上級研究員ラグバンドー氏は米軍普天間飛行場の辺野古移転計画に県知事選挙で県民が強い反対の意思を改めて表明した、こう指摘するとともに、沖縄の海兵隊は安全保障上の必要がなく米本国に撤退すべきだと強調いたしました。アメリカからもこういう声が上がり始めました。さらに北朝鮮との交渉などに当たった日本の元外交官田中仁氏も尾長武氏が当選し、今後の名護移設の見通しが困難になってきた。沖縄で強固な反基地闘争が発生することも避けなければならない、こう言っております。避けるためには辺野古移設をやめることしかないじゃありませんか。こういう声が上がっております。皆さんの勝利は早速日米両政府に近い関係者に影響を与えている。お互いに確信を持とうではありませんか。同時に私は言いたいんです。この県知事選挙の結果を誰よりも重く受け止めなければならないのは安倍政権ではないでしょうか。安倍政権こそ県知事選挙ではっきりと示された沖縄県民の意思を踏まえ、新基地建設をきっぱり断念し、普天間基地の即時無条件撤去に踏み出すべきではないでしょうか。ところが県知事選挙の翌日、菅官房長官は辺野古移設を粛々と進めると表明しました。とんでもない話です。こんな態度が通用するとしたら日本はもはや民主主義国家でなくなってしまうではありませんか。だったら皆さん、今度は国政選挙で、この総選挙で安倍政権に直接県民の意思を突きつけようではありませんか。安倍政権の民主主義否定の許しがたい態度を前に、オール沖縄の共同がさらに発展いたしました。尾長さん勝利のために
共同した政党会派などで総選挙でも新基地建設反対を掲げる候補者を4選挙区すべてで支援することが確認されました。1区では日本共産党の赤嶺政権候補を支援していただくことになりました。ありがとうございます。私たちも2区から4区では独自の候補を立てないことにいたしました。こうして戦う体制が一気に作られました。昨日私は2区3区4区の選挙事務所を全部回ってまいりました。2区では照屋監督候補の後援会長をされている山内徳信前社民党参議院議員がこうおっしゃいます。沖縄は針だ、小さいがこの針を飲み込んだら安倍政権は大変なことになる、こうおっしゃってました。3区では玉城デニー候補が共同の力で必ず勝ちますとおっしゃってくれました。そして4区では元県議会議長、元自民党県連顧問の中里俊信候補が名刺を私に渡してくださった。その名刺には公約を守る、こう書いてありました。公約を守ることが公約ですというんです。公約を守った私が公約を裏切った者からなぜ除名されなければならないのか、こうおっしゃっていました。それぞれの方から県民を裏切った勢力、裏切らせた安倍政権への強い怒りと勝利への決意が伝わってまいりました。力を合わせて新基地建設ノーのオール沖縄の声をぶれずにまっすぐ国政に届ける候補者を4つの選挙区すべてで闘争ではありませんか。公約を裏切って新基地建設に合意した自民党候補を4選挙区すべてで落とそうではありませんか。そして安倍政権に審判を下そうではありませんか。1区の赤嶺政権候補は、まあ、私たちが自分で言うのもなんですが、知事選挙を戦った皆さんから支援していただく資格があり、それにふさわしい人だと思っております。国会では一貫して基地のない、悲劇のない平和な沖縄を返してほしいと県民の魂の叫びを訴え、自らの生い立ち、自らの人生と重ねて沖縄の歴史を語ってきたのが赤嶺さんです。2010年1月の衆議院予算委員会での赤嶺さんの質問、私すぐ後ろで聞いていて体が震えました。赤嶺さんは自身が生まれた那覇市小禄地区でも銃剣と軍火で土地を奪われたこと、小学校に入学した時に起きた由美子ちゃん事件をはじめ、県民は虫けらのように扱われてきたことを告発し、復帰後38年経っても基地をめぐる現状は何も変わっていないと追及して議場を圧倒しました。まさに席として声なし、沖縄の怒りを、沖縄の願いを、沖縄の心を一貫して国会に届けてきたのが赤嶺政権さんではないでしょうか。また赤嶺政権さんは県白書の立場での県民の共同の発展に力を尽くし、県知事選挙で勝利を勝ち取った戦いの一端を担った沖縄の共産党の委員長責任者でもあります。自民党の石破幹事長の横に並ばされて、うなだれて新基地建設へと裏切った人物とは対極にあるのが赤嶺政権候補であります。
ックでオール沖縄の代表は赤嶺政権候補しかおりません。もちろん私たち日本共産党は全力を尽くします。どうか新基地建設等の県民の揺るがぬ意思を安倍政権に直接突きつけるためにオール沖縄の力で赤嶺政権候補を1区で勝たせてください。よろしくお願いいたします。新基地建設反対のオール沖縄対それを裏切った自民党の戦いです。4人全員勝利で尾長新知事の県政を新たに支えていこうではありませんか。共同こそ政治を動かす力、共同こそ未来を開く力、沖縄の戦いが示してくれました。この不動の確信を胸に私たち日本共産党も引き続き全国が沖縄と連帯して勝利のために奮闘することを重ねてお誓い申し上げてご挨拶とします。ご一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本共産党出局長の山下義樹出局長でした。ありがとうございました。それでは皆さん、いよいよ今日から総選挙が始まりました。14日の投票日まで全力を尽くして頑張っていきましょう。オール沖縄の4人の代表全員勝利、そして公約破りの自民党国会議員に厳しい審判下す選挙です。みんなで全力で頑張りましょう。それではここで頑張ろう三勝で元気よく出発していきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは団結頑張ろう日本共産党県議団幹事長の戸口治県会議員より行います。ご参加の皆さん大変ありがとうございました。いよいよ沖縄の100年先200年先の未来のかかった大変大事な選挙今日始まりました。この選挙で私たちは公約を破った勢力をこの沖縄の政治から退場させましょう。そして辺野古新基地建設推進勢力を退場させましょう。オール沖縄赤嶺政権さんはじめ4名の勝利は安倍政権の辺野古推進の意図を決定的にダメ押しの断念させる決定的な力になります。沖縄を変え日本を変える戦いです。一緒に頑張りましょう。それでは皆さん隣同士で手をつないでいただいていいですか。オール沖縄の赤嶺政権さん勝利目指して最後の最後までぶちかじり頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ありがとうございました。